どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2020年度の ANA の国際線の輸送事業計画を策定っていうのがね、昨日発表されたんですよね。でちょっとね、これ発表されてですね、私も発表されて、軽く見てたらですね、なんと、私のね、動画で紹介させていただいている、SFC 仕様のね、おすすめ路線として、2週で簡単、2回で簡単、SFC 仕様っていう、クアラルンプール発見の、東京乗り継ぎのニューヨーク。で、ニューヨークから、東京乗り継いでのクアラルンプール。それを一つの路線として、それを2周するだけでね、この SFC 修行が完了しますよっていう動画をね、私出させていただいておりまして、私自身もそのルートをね、利用して、2018年か、SFC 修行を完了したんですよね。っていうので、このルートをね、2019年もお勧めしていたんですよね。で、2020年、ちょこちょこ、価格見てたりしておりまして、またね、紹介動画もね、作っていきたいなと思ってたんですけども、なんとね、昨日のこの発表によってですね、残念ながら、成田クアラルンプール路線がですね、減便になってしまうんですよね。で、これ発表されてしまったんで、多分もう変わらないと思うんですよね。で、この事業計画を策定ということで、これ何が発表されたかというと、国際線の新設増便とかね、減便運休とか、機材変更とかがね、ギュッてまとまったこの発表なんですけども、今回ね、成田クアラルンプールが、今ね、週7往復していて、毎日飛んでるんですよね。でいうので、この SFC 事業にもね、いつでも使えるっていうか、期間、時期を選ばないっていう感じで、利用できてたんですけども、この実施期間、この減便運休されるのがですね、7月1日から8月の31日ということで、本当に、夏ですよね。この区間が、週7往復から、週3往復の月火水だけ運行されるっていう感じになるんですよね。で、この月火水が、成田クアラルンプールっていう路線飛びますっていうことなんですよね。で、現地発、クアラルンプール成田、行きがね、減便されてるということは、帰りも減便されてしまいますんで、帰りの便は、火水木っていう感じで、クアラルンプールから、成田空港が運行されるっていう感じになるんですよね。で、私のね、紹介している、この2週で簡単、2回で簡単、SFC 修行っていう路線だとですね、この成田クアラルンプールっていうのは結構ね、重要な路線っていうか、この一つの路線で、クアラルンプールから、成田に行って、で、成田から、ニューヨークに乗り継ぐわけなんですけども、ちょうど、ANA のね、羽田からクアラルンプールに行くのが23時45分発だったと思うんですけども、それで飛ぶとちょうどクアラルンプールの朝に着くんですよね。で、ちょうど乗り継ぎが1時間か1時間半ぐらいあって、クアラルンプール成田っていう路線に乗れるんですよね。それに乗ることによって、成田に到着するんですけども、成田に到着して1時間半で、またね、成田からニューヨーク発に乗れるということで、アクセス的にはね、本当にちょうどいいですよね。長すぎないし、ちょっと短いかもしれないですけどもね。っていうので、ここがね、利用できなくなってしまいますんでね。ですので、代替策をね、ちょっと考えたんですけども、このクアラルンプールにね、朝着いて、7時10分にね、クアラルンプール発に乗るわけなんですけども、これをですね、羽田便に変えるしかないですね。クアラルンプール発が、本来ね、成田行きだと7時10分なんですけども、これを羽田便に変えて、14時とかね、そのぐらいだったと思うんですけども、お昼ぐらいの路線に変えて、で、羽田に、夜の9時
50分とか、まあ、そんなぐらいの時間に着くと思うんですけども、まあ、9時台に着くと思うんですけども、まあ、それで、ストップオーバーを使って分けるしかないですね。うん。で、まあ、一回帰宅してもらって、また別日にね、東京から、まあ、ニューヨーク路線を利用するっていう形が、まあ、賢明なんじゃないかなって、まあ、個人的には思いますね。で、もしくはですね、これもう7月1日から、8月31日までね、予定組んでる方は、ストップオーバーを利用してね、主要を続行するか、もしくはね、もう7月1日から8月31日もう全体的に、まあ、移動して、それ以外のね時期にね、修行をするっていう方がいいかもしれないですね。まあ、ちょっとね変更手数料はちょっとねこれおそらくですけどもかからないと思うんですけども、ちょっとこればっかりはねわかんないですね。うん、まあ会社都合、まあ ANA の都合でまあ変更になるということなんで、まあ、もしかしたら変更ね手数料かかんないで変更できるかもしれないんですけども、まあ、そればっかりはねちょっとやっ聞いてみないと分かんない部分ではありますかね。まあ、今回ねこの動画を、まあ、作ろうと思ったきっかけなんですけども、まあ、私この2回で簡単2週で簡単 SFC 修行っていうのを、まあ、もう結構前に出させていただいた動画で、まあ、もう一回ね解説動画をちゃんと作ろうと思って、それが1年前ぐらいね、まあ、作ったわけなんですけども、まあ、それをね、実際に見ていただいて、実際にこのルートでね、修行していただいた方が実際いらっしゃいまして、まあ、私、羽田空港のティアットラウンジで、声かけていただいたんですよね、その方に。まあ、平井さんが、まあ、紹介しているルートをそのまま取りました、みたいな感じでね。まあ、すごい嬉しかったんですよね。うん。っていうので、まあ、実際ね、このルートで修行されてる方はね、まあ、他にもいらっしゃるのかもしれないですよね。っていうので、減便がね、まあ、来てしまって、そのままだとね、これ修行を完了できなくなっちゃいますんで、まあ、それをね、まあ、もしね、今、現時点でね、予約持ってる方がいらっしゃいましたらね、まあ、ちょっとね、早めに行動していただいて、変更、検討していただけたらなと思います。いや、今回のね、この、減便運休っていうのが、まあ、結構ね、いろんな路線でされてるんですよね。羽田、香港とか、成田、ロサンゼルス、成田、バンコク、成田、シンガポール、成田、ホーチミン、成田、プノンペン、成田、ジャカルタ。で、まあ、さ、今回ね、動画にしてる成田、クアラルンプール。まあ、この路線は、まあ、全部ね、今まで週、14往復してたところは7往復になって、で、7往復してるところは、3往復になってしまったっていうことでね、まあこれ本当に今ね予約を持ってる方はね結構バタバタになると思いますんで、まあ、ぜひね一度自分のね予約確認していただけたらなと思います。でこのサイトもね、まあ、これ ANA のサイトなんですけども、これも動画のね、概要欄に貼っておきますんで、ちょっとね、皆さん、チェックだけするようにしてくださいね。いやー、ちょっとね、びっくりでしたね。まあ、2ヶ月という、間なんですけども、まあ、ここでね、SFC 修行か、考えてる方はね、もちろんいらっしゃると思いますし、いや、これびっくりですね。うん。まあ、こういうことも、まあ、なくはないんですね。まあ、多分、オリンピックの関係も多分あると思うんですけども、ないのかな。多分、そうだと思うんですけどもね。うん。ぜひね、ご自身の予約ね、確認していただいて、対応ね、取っていただけたらなと思います。ちょっとね、2週で簡単に SFC 修行組んでる方は、クアラルンプール路線をね、羽田に切り替えて、やりましょう。うん。まあ、値段的には多分そんなに変わんないと思いますんで、ストップオーバーを使ってね、成田でくり、区切って、成田クアラルン、クアラルンプールから、成田に行く路線を、クアラルンプールから羽田に行くようにして、そこでストップオーバーにして、区切ってやるしかないですね。まあ、もしね、2週で簡単、2回で簡単に SFC 修行でね、ルートをもし組んでいる方はね、ちょっとね、対応していただけたらなと思います。もしね、質問等々があったらね、コメントいただければ、一緒にね、考えさせていただいたりもさせていただきますんで、もしよければね、コメントいただけたらなと思います。
今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。